はい、注文中傷、どうも、でございます、今日は上野公園にやってまいります。これから、この東京国立博物館ですね、少林寺展、行ってきたいと思います。よろしくお願いします。行きたいと思います。はい、今、見てまいりまして、今出てきたところでございますけれども、あ、やっぱり綺麗ですね。360度ですね、こう回って、見た感想として、背中がエロい。もう前から見るとこう結構キュッとしてるんですけど、後ろから見たらこう肩甲骨と二の腕がすごい肉感的で、まあすごいエロティックでしたね。やっぱり少林寺さんの収蔵庫で見る空気感とはちょっと違う。ぜひね、奈良の方にも見に行っていただけたらと思います。地蔵菩薩さんとね、日光学校さんも、いらっしゃってまして、まあやっぱり作風はさすがに同じ感じで、やっぱりもともと一緒にいらっしゃったんだろうなという感じはすごくしました。こじんまりした展示でですね、まあちっちゃい部屋一部屋で終わるので、そんなにダラダラ見なくてもパッと見てね、パッと帰るぐらいでいいと思う。とてもいい展覧会でした。展示の方法がまあいろいろ賛否両論ありそうな、まあ、後ろにちょっと三輪山の写真とか立体的なね、なんかこうテクスチャーとかあって、僕的には黒い落ち着いたバッグで良かったんじゃないのかなと思うんですけれども、まあその辺もですね、好き好きということでよろしいかと思います。まあ非常に良かったです。ありがとうございました。